アアジア経済のの編編集集員兼編集部の小林正之と申しししまますすどうぞよろしくお願いいたします、えー、私自身も研究者でありまして、中国法、それから今は特にげ、えー、現在はですね、中国をはじめとしたアジアの障害者法の研究をしております。では早速、投稿時の注意点と、査読プロセスについて、アジア経済の場合についてご説明させていただきたいと思います。画面を共有いたします。 アジア経済編集部には編集、それから出版業務を主にするスタッフのほか、研究者もより編集にコミットするために刑務者が配属されておりまして、で編集委員長を補佐しながら、編集員と編集部、投稿者と査読者の間のコミュニケーションがスムーズに図れるよう努めております。でこれがアジア経済の差し支えの表紙の写真です。ご覧いただいているのは2019年の3月号の表紙で、 語によって異なりますけれども、目次の構成は最初に論文、それに続きまして研究ノートや書評論文などですね。そして最後に書評紹介で構成されております。で、本セミナーは論文投稿セミナーと銘打っていますので、ご参加の皆さんは投稿を考え、既に関連した参考書や記事をご覧になっているかと思います。 こうした記事で必ず指摘されていることの一つに投稿先の選定がありますで。同じ論文を同時に他のジャーナルに送ることはできませんので自分の研究に合ったジャーナルを調べそこを目指して原稿を完成させていくというのが効果的だからですで。アジア経済は発展途上国地域を対象とした社会科学分野の専門的学術雑誌として創刊され 発展途上国地域研究に貢献するために紙面を広く諸内外の研究者に開放し質の向上に努めております現在四半期に一回機関紙として冊子体と同時に電子版を公開しています2001年7月後以降は刊行後1年経過した論文の全文公開を始めまして2017年6月刊行後より紙面体と同時にウェブ公開するに至っています まだ全てではございませんけれども、研究所のウェブサイト、または J ステージを通して、最新号から過去に遡って見ることができます。査読で求められている論文の構成や水準を大まかに把握することができますので、ぜひご覧になっていただきまして、自分の研究分野にマッチしているか、ご検討をお願いしたいと思います。各ジャーナルとも投稿規定というものを公開し、 そのジャーナルのターゲットとしている分野や地域、受け付けている原稿、種類や枚数、投稿資格などを示しています。で、本誌の投稿規定も研究所のウェブサイトにありますので、お時間のあるときにぜひご覧いただきたいと思います。と、主に外形面を中心としていますけれども、これをクリアしないことには実際の査読プロセスに進むことができません。本誌は常時投稿を受け付け、 投稿の資格なくどなたでも自由に投稿できます。で受け付けるのは原則20世紀以降の時期の発展貯蔵国地域ですね、アジア、アフリカ、ラテンアメリカ、中東西アイアンネア、旧ソ連等地域及び、およびそうした発展過程をたどってきた韓国、台湾、香港、シンガポールなども含めた国、地域を対象とし、政治、経済、社会、法律などの分野に関する 論文、研究ノート書、書評論文、書評などの日本語で書かれた未発表の学術的論考で、規定の枚数以内のものを受け付けていることにいたし,しております。で、このうち、主な原稿区分であります論文について、もう少し詳しく見ていきましょう。で論文は、分析枠組み、理論、方法に基づき実証を行い、何らかの結論を導いているもの。 及び研究史上の位置づけがななされている学術論文となりますで皆さん、この論文を目指すことがメインになると思いますが、それぞれのディスプリンに基づいた手法、論文のスタイルがあると思いますので、基本的にはそれを踏まえた学術論文を求めています。次に具体的な作、えー、読プロセス、作読の段取りです。投稿稿いたただきました原稿は 研究所の職員外部の投稿者の別なく研究所内外の2名以上の査読者いわゆるレフリーですねによる査読を経て編集委員会において採票を決定いたします査読にあたってはいわゆるダブルブラインド方式を取り査読者に対しては投稿者の名を伏せて依頼し投稿者に対しても査読者の名前は知らせません もう少し詳細に原稿の投稿から採用掲載までのプロセスを見ていきたいと思います。でまず編集部が投稿規定との整合性を確認し問題がなければ受け付けます。そして次に編集員によるプレレビューが行われます。ここでは編集員の1人が担当となり投稿論文を読みそれを査読に回してよいか判断します。OK であれば査読プロセスに入ります。 しかし、ノーであった場合には、不受理理由表が作成され、客観性を担保するために2人目のプレリビューアーに回されます。でそして、第2プレレビューバーも不受理理由に同意した場合には、残念ながら却下となり、その後、編集委員会の審議にかけられ、投稿者に結果が通知されます。しかし、その一方で、最初に担当したプレレビューバーがノーとして、不受理理由表を提出す場合でも、 第2プレレビューアーがその理由に不同意の場合は、査読プロセスに入ることになります。でここでようやく、査読者による、えー、原稿検討に入ります。口述しますように、査読者2名に投稿原稿をお読みいただき、その評価を原稿検討表、いわゆる査読表を作成する形で提出いただきます。そして、 読者2名の査読票が揃ったものが編集委員会によって審議されます。査読者が2名とも1のほぼ原稿のまま掲載の、えー、採用の評価の場合は掲載決定になりますで。2名とも不採用または不採用と保留の場合には返却となり、この投稿については残念ながら終了となります。でその他の場合は査読プロセスが継続し、投稿者に 検討結果の通知をするとともに修正の依頼をいたします。そして投稿者からの修正された原稿と差翼対応表リプライですね、が提出され、評価が向上する見込みがある限り、原則3、4、5のプロセスが繰り返されますで。投稿採用率の推移はおおよそ図のようになります。青色のの線が受付数隣の 赤色の棒線が採用数黄緑色の折れ線が採用率の推移です2019年を除いた過去10年の平均年間投稿数は35.6本で採用率は38%となっておりますだいたい採択率は4割程度と考えてくださいもう少し具体的に歴年の2019年を例にご紹介しましょう 皆様から投稿され、外見面をクリア、受理番号が付与された投稿数は24本。プレリビューで不受理、いわゆるデスクリジェクトになったものが10本。えー、受理され、査読に回ったものが14本。このうち、査読の結果、不採用となり返却されたものは4本。査読の結果が出て、修正項を求められたものの、えー、自ら取り下げたものが1本。 査読継続、これは開講中のもの、それから査読中のものが3本、そしてめでたく査読を通り、編集委員会が掲載決定をしたものが6本、論文5本と資料1本となっております。査読者は通常2名ですが、2019年は2回ほど第3査読者を立てて査読を行いましたで。投稿受付から最初の初回通知までの日数は平均69日です。で投稿受付から から掲載が決定するまでの日数は今のところ平均361日となっておりますで皆さんご苦労されて漁港をかき上げ、湯を消してご投稿いただくのでご提出いただいた後、いつ返事が返ってくるか気になるところだと思いますでまずご投稿されて原稿を受け取りましたという意味での受理の返事は通常一両日中に行われます したがってもし返事がないようであればお手数ですけれども確認のメールを編集部に入れてくださいで。受理された後は先ほどご説明しましたように一連の査読プロセスが行わ,行われますでいろいろと時間の短縮の工夫はしているのですがそれでも平均73日間かかってしまいますでその代わり2行目以降の査読の戻りというのは通常もう少し短くなりますさて 次に、査読の質的な面についてご紹介したいと思います。まず、最初の関門であるプレレビューです。これが現在使用している不受理理由表の内容となります。評価のチェック欄をご覧いただければわかるように、主として、外見面での瑕疵、例えば扱っている対象地域、分野、時期、掲載ジャンルやそれに見合った論文の構成、 理解を妨げるほどの日本語表現などに加えて一見して査読で落とされる可能性の高い投稿も査読にかける水準に達していないということでいわゆるデスクリジェクトすることにしています。でこれは外見面には問題はないが査読にかけるまでもないと判定される論文で卒論を修正したもの単に修正したものですねあるいはオリジナルなデータを用いた調査であっても 論説であったり報告であったり学術論文としての掲載をなしていないものは残念ながらこの段階で不受理となりますまた注意が必要なのは博士論文などの一部を投稿する場合で投稿が独立した単体の論文として必要な問題設定や選考レビューを飛ばしてしまうことが時々見受けられますなお万が一不採用になっても プレイレビューでもごく簡単ですけれども、評価とコメントをつけてフィードバックすることにしていますので、ブラッシュアップされる際にお役に立てていただければと思っております。でここでようやく2名以上のレフリーによる査読が行われます。査読は、投稿原稿のテーマに近い研究をされている署内外の研究者に依頼することにしていますけれども、通常1名は当該地域の専門家、 もう1名は学問、学問分野、ディスプリーの専門家というように、異なる視点から評価をいただけるよう、査読者を選定しております。そして、査読者への依頼には、現行の歳費にあたっては、当該論考が研究の発展に資するものであるかどうか、扱っているテーマが学問的関心を引き得るものか、広範な学術的研究と関係づけられているものかなど、検討くださるよう依頼し、 検討にあたっては、投稿者の検討や、えー、手法が検討者と異なるという点を再批判断の基準とはしないようお願いしております。で評価のポイントについては、他の査読過ぎジャーナルでもチェックされている評価項目と大体同じで、3段階評価、言い換えれば1がイエス、2がノー、3がもろもろの理由で保留という扱いになっていて、 最終的には7項目すべてが1位のイエスになる必要があります。でどれ1つ書けていても完成した論文とみ見なされないので、投稿された原稿をレフリーが初めてお読みになって、評価項目が全体的に悪ければ、修正提案なしに不採用の理由のみが記されて戻ってくることになります。今お話ししましたように、4評価の不採用の場合は、 外表で負荷の理由がごく簡単に書かれるだけで、厳しいかもしれませんけれども、やはり専門家による評価の理由は的確ですし、レフリーの中には、不採用でも前向きで詳細のコメントをいただける場合もありますので、論文を見直す機会として受け止めていただければと思います。で3評価、保留以上の場合は、前日の評価項目と合わせて、次の項目である提案事項、いわゆる指摘事項。 の趣旨が記されますレフリーによってはこの概要欄に提案事項に該当する詳細な評価を記される場合もございますさて原則お二人のレフリーの歳費がともに3のえ大幅過失修正が必要に次歳費を保留する以上の場合過失修正をする提案事項が記されます 必須事項、任意事項、テクニカル問題の3つに分けられていますけれども、このうち必須事項の指摘が、その後の修正によって最終的になくならない限り、採用には至りませんで。必須事項は、前述の評価項目や、外表にある問題点を専門的見地から指摘するにとどまらず、論文構成など大きな問題点、誤認と思われる内容や、論理展開の問題など、 レフリーから疑問が具体的に記されます。それに対する指摘対応表ですけれども、指摘対応表の様式は任意ですけれども、この指摘対応表リプライは採用に向けたレフリーと投稿者との大切なコミュニケーションですので、開講された原稿と同じくらい重要だと思ってください。兵士では2点お願いしています。1つは 結果通知にある査読者ごとにえ指摘対応表を書いていただくということですでもう一つは全ての指摘事項に対して回答していただくことですでその他際、指摘に従って開講した場合は何をどのように修正したのか具体的に記してくださいで逆に指摘に5人があったり、意見に相違があったりして指摘に従えない場合はその理由を簡潔に書いてください この指摘対応表、リプライの書き方につきましては、多くのネット記事や参考書がありますので、ぜひご覧いただきたいと思います。一つの例としては、まずどの査読者に対するリプライなのかを明示し、アジア経済の場合であれば、必須事項、任意事項、テクニカルな問題の順番に、どの指摘に対してどのように対応したのか、矢印、あるいはリプライなどと書いて、見やすく書いていただければと思います。 なお、査読者によっては、外表の欄で最もクリティカルな問題点を指摘する場合がありますので、必須事項と合わせて指摘対応表において対応していただく必要がございます。また、査読者は修正項全体を読みますが、通常は前回の指摘にどのように対応したのかを中心にチェックしますので、指摘対応表だけで対応が把握できることが双方のコミュニケーションにとってとても重要です。でその意味で、 誤字脱字の修正の場合はいいのですけれども、査読者から何らかの説明を求められているにもかかわらず、修正しましたとだけ書くのは不十分で、査読者が指摘対応表と修正項を見て、投稿者がどのように対応されたのか、そのポイントを確認できるようぜひお書き,きください。なお、アジア経済で編集委員会では、査読者から提出された検討結果と、投稿者から提出されたこの 査読対応表の内容や文言をチェックし必要があれば査読者投稿者にその意味を確認したり補足をお願いしたりして編集委員会が責任を持って査読プロセスがスムーズに進むよう心がけていますで最後に査読でよく問題となる点についていいいくつかご紹介したいと思います詳細については参考文献に挙げました佐藤明査読ってどんなもの」 アアジア経済史の場合をご覧いいただければと思いますでまず、論史から見ての、えー、題名の適合性についてですけれども、不一致の場合は、ジャーナルに掲載する学,学術論文として、論題が絞りきれていない印象を持つことになります。特に、題名にある用語は、論文のキーワードであるはずにもかかわらず、定義が曖昧であったり、本文に言及すらない場合も見受けられますので、 書き始めの際はもちろん最後に書き終えた時も確認が必要な箇所だと言えますそれから問題設定は一番クリティカルな問題ですこの項目で却下あるいは不採用となるケースが少なからずあります論文の書き出しの説例えばはじめにには投稿者が設定し解明しようとする仮説や問題意識など論文の目的やそのための問い いわゆるるリサーチチクエスチョンがが具体的に明記されることが不可欠ですでもちろん書き方はディシプリンによっても異なってきますがどうしてこの問題を設定したのか次の説以下ではどのように論を展開しそれを明らかにしていくのかでそして結論では最初に設定した問題に答えられているのか常に意識しながら執筆し提出前には振り返ることが肝要かと思われます。 先行研究のウェイトについてはディシブルによって異なる場合がございますけれども少なくとも投稿する論文が学術発展にどのように貢献するのかどのような知見を新たに加えるのかなど当該学術分野における位置づけについて明示される必要がございますで最後に記述の明快さについて日本語を母語にしない方はぜひ仲間や同僚のネイティブチェックをお願いすることをお勧めいたします 良い視点、良い材料をお持ちの投稿でも許容できる範囲以上に記述が分かりにくい場合評価は厳しくなってまいりますこれは、えー、ぼ日本語を母語とする方でも同じなのでぜひ第三者による素読みをお願いできればと思います以上、駆け足ではございましたけれども、えー、ご静聴ありがとうございました